あ、それからリディアを部屋まで送ってくれ。承知いたしました。私のせいですね。気がつかなくて申し訳ありませんでした。あの、ごめんなさい。人殺しが恐ろしいのは当然です。あなた、この前は私のこと助けてくれたのに。私のことも殺すの？今のところ、それがエドガー様の利益になるとは思えません。私を脅そうったって無駄よ。私は、自分がするべきだと思ったことしかするつもりはないわ。フェアリードクターというのは随分と自由なのですね。フェアリードクターは強制されてなるものじゃないもの。羨ましい。私は生まれ落ちた時から精霊の奴隷です。そんな無差別に血を求めていた精霊の主になってくださったのがエドガー様なのです。それじゃ彼が命じれば、あなたの意思に関係なく精霊が人を殺すってこと？エドガー様は命じたりしません。精霊は主の敵と感じた相手に襲いかかります。私はそれまで自分の意志があるということすら知らず、幾度も辺りを血の海にしました。だからサージョンと呼ばれてた頃のエドガーが殺人鬼だって。それでもエドガー様は私を見捨てることなく、大切なことをいくつも教えてくださいました。主を失えば私の魂は残忍な精霊に支配されてしまうのですから。それならエドガーでなくても他に主になる人がいればいいんでしょ？ではあなたに私を引き受けることができますか？善悪の区別を教え、飼いならすことができますか？そして決して殺戮を命じないということが。お部屋までお送りします。アーミンって誰なんてこと、とても聞けなかった。緑のジャックはこの島で間違いなさそうね。木の葉で覆われた緑の精霊。船から見えたこの島はうずくまるこの葉男そのものだったわ。なるほど。やはりこのメロンの島に目をつけたリディアは正しかったようだ。次のスパンキーは鬼火のことよ。墓地を探せばいいのかな？いいえ、スパンキーは洗礼前に死んだ子供の魂だというわ。それなら墓地ではなく別の場所に埋葬されてるね。なんて綺麗な庭。よく手入れされている。300年も無人とは思えないな。まずはスパンキーのゆりかごとやらを探そう。では私は庭の奥を。あ、リディア、君は僕と一緒においで。え？なんで私が一緒に？迷子になりそうだから。しっかりしなくちゃ。エドガーは私と一緒にいたいんじゃないわ。目を離さないようにしてるだけよ。ねえ、怖くないの？何が？宝剣を盗もうとした偽伯爵はメロンに海に引き込まれたのよ。もしもの時は僕のために悲しんでくれる？そういうことはアーミンに頼みなさいよ。アーミン？どうして？恋人なんでしょ？あなたのこと甘やかしてくれる。違うよ、安心して。どうして私が安心しなきゃいけないの？単なる僕の希望。あのね、人をからかうのやめてくれない？それはそうと、
アーミンのこと話した覚えはないんだけど、盗み聞き？アーミンはレイブンの姉さんだよ。大切な仲間だった。彼女が幸せでいられるなら何でもしてやりたいと思っていた。そう、特別な人なのね。あの、ごめんなさい、盗み聞きするつもりじゃなかったの。私にはあなたのことはちっともわからないけど、でもきっとあなたのそばにいる人は幸せね。君は羽でもあるの？なんとなく妖精の羽を隠してるんじゃないかと思って。あなたの方がずっと不思議よ。まるで悪い人じゃないみたいなんだもの。眠れる人魚の子供たちのためにか。確かに慰霊碑のようだけど。メロウの子供たちの墓だわ。なるほど、自分たちの子供をメロウの子供たちになぞらえて弔うわけだ。メロウを信じないっていうの？島の人たちはメロウの存在を信じてる。あなたは彼らの領主になるつもりなんでしょ？領主が妖精を信じなくてはいけないのか？島民に鱗やヒレがあって当たり前ならそれだけのことだ。もしかしてレイブンの精霊のこともそんな風に考えてるの？あ、レイブンが君に話したの？え、レイブンの精霊がいるかどうか僕にはわからない。ただ彼がどういう人間で何が必要で僕に何ができるのかが分かっていればいいだけだ。怖いもの知らずにも程があるわ。でも彼のように強い心の持ち主なら青騎士伯爵にふさわしいのかもしれない。とにかくここがスパンキーのゆりかごに違いなさそうね。次は月夜にピクシーとダンス。これはピクシーが作るフェアリーリングのことだと思うわ。月夜に妖精が踊った輪が草の上にできるの。例えばあんな。そうね、そうかも。あ、何？ううん、本物のフェアリーリングじゃなかったんだわ。本物だったらどうなるの？妖精に捕まっちゃうことがあるから。そうなのか。リリア見てごらん、この位置からだけ風景が変わる。騙されたな。絵の扉じゃ入れないわね。正面玄関から入るしかないね。中からここの位置を調べよう。やあジョン、また会ったな。君もしつこいね。メロウの星はこの城のどこかにあるようだな。あとは俺が見つけてやる。おとなしく彼女を解放するんだ。解放？そう、世間では強盗犯が大学教授の令嬢を誘拐したってことになってる。そう。でもね、リディア、あいつよりも僕の方が無難だと思うけど。強盗のくせに。ミス・カールトン、その男の言うことを信用してはいけない。レイブン、こっちだ。ひるむな。相手は一人だぞ。リディア、今のうちに。リディア！父様！お前が誘拐されたと聞いて、君が誘拐犯か？リディアを離せ！はじめまして、カールトンさん。お嬢さんには大変お世話になっています。私にできることなら何でもする。だから、娘に手を出さないでくれ。ご心配をかけて申し訳ありません。でも僕は真剣なんです。どうかお父さん、お嬢さんを僕にください。何言ってんのよ！本来ならきちんと交際のお許しをいただくべきでした。でも彼女に夢中になってすっかり周りが見えなくなってしまったんです。は？彼女がそばにいてこの愛の熱を少しでも冷ましてくれなければきっと僕はすぐに死んでしまいます。待ってくれ、本当にこんなおてんばが欲しいのかね？父様、彼女しか深い愛で僕を救ってくれる人はいないでしょう。それ意味が違うでしょ。しかし君ね、感情のままに未婚の娘を連れ回すのは男として無責任だと思わないのかね？そうですね、反省しています。
だから違うでしょ。ジョン、彼女を離すんだ。あ、待ちたまえ、リディアが向こうにいるんだぞ。分かってますよ教授、だがあいつは何をするかわからない極悪非道の強盗ですよ。ゴッサム、君こそ極悪非道だとすぐにバレてしまうようなことはやめた方がいい。早く彼女から離れろ。やめろ、やめてくれ。な、何が、リディア、この逃げなさい。でも早く、え、リディア、こっちだ。ニコ、邪魔だ。今は逃げるのが先だ。でも光の中に見たその姿儚く眩しさに細めた目の前に恋の風瞳の中の抱きしめたら溺れそうね。もし一つだけ願い叶うなら二人で歩きたい。ずっと偽りだらけのこの空で大丈夫だろう。こ、黒曜剣、アンシーリーコートがなんでメロンの島に。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。